今日の鉄鍋満腹道場は炊き込みピラフです。ダッチオーブンの特性を生かしてふっくらパラパラのピラフが出来上がります。材料はお米2合、鶏ささみ2切れ、玉ねぎ、にんにく、ピーマン、ベーコン、マッシュルーム、バター、で、コンソメの素 5g で、お水が 360cc で、塩、コショウ、あれば白ワインを使ってください。それではダッチオーブンをプリヒートします。はい、じゃあまずプリヒートしたお鍋にバターを入れます。で、バターを熱して、一番最初に鶏肉と玉ねぎを炒めます。玉ねぎが透明になってきたのでお米を入れます。お米はあらかじめ洗ってザルにあげておいてください。で、お米を入れて炒めます。お米も少し透き通るまで炒めていきます。感じでちょっとお米が透き通ってきたら、はい、いいと思います。はい、ではお水入れます。あー、ニンニク入れの汗取った。ニンニクも先に入れて一緒に炒めてください。今からでも遅くはないはず。玉ねぎと一緒に炒めるといいと思います。はい、水入れます。はい、で、ここにコンソメ、香り付けに白ワイン、私は結構シェリー酒を使ってます。シェリー酒の香りがすごくいいです。で、ここにマッシュルーム、ピーマン、ベーコン入れます。ガサガサっとザタッとひと混ぜ
します。で、ボタンで煮立ってきたので、ひと混ぜして煮立ってきたら弱火にして15分炊きます。はい、スタート。なんていうか見てみます。お、こんな感じですね。ちょっとまだ水分が多いようなので、もう少し火を入れます。はい、では最後に、だいたい水分も飛んだようなので、最後に強火にして思いっきり水分を飛ばします。このまま水分が残っているとちょっとベチャベチャした感じになってしまうので、しっかりこれで強火にして水分を飛ばしてやります。10秒ぐらい。火を切って10分ぐらい蒸らします。中をちょっと見てみましょう。私言ってなかったんですけど、塩コショウ、お水入れるときにしてください。忘れてました。じゃあちょっとひと混ぜしてみます。どんな感じかな。お、いい感じにおこげがついてますね。うん、おこげも美味しいんですよね。じゃあよそっていただきます。炊き込みピラフの出来上がりです。いただきます。